ペインティングと写真の間に存在する作品なんですけども、間っていう言い方しかまだ言葉がない、写真が描けても成立しない、ペインティングが描けても成立しない作品なので、例えるものがない。誰もやっていないからこそ意味は必ずある。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家岡田ゆり奈、油画と写真、2つのアートに魅せられた彼女が偶然見つけたのは新しい表現の形。大学院の時に転写してるシート、それを使って重ねたりとかしてコラージュをしてって、先生に外で見てもらった時に雨が降ってきて、雨粒がそのシートのように落ちた時に溶けたんですよね。これって水にすごい弱いんだってなって、もしかしたらプリントした写真が張り付くかもしれないと思って、そこからですね。絵の具に写真を転写することで交わることのなかった絵と写真の境界を描く。現れるのは誰も見たことのない世界。転写っていう工程が入るってことは、本当に全てが反転になるので、現実世界ではきっとありえない。なんでそういう仮想の表面を作れるのって、アイペインティングとかができることなんじゃないかなと思うので、現実でもあり仮想でもある、唯一無二の工程から生まれるその不思議な世界は、抗うことのできないテーマをも内包する。絵の具が半乾きの時に写真を剥がしてるんですけども、壊れていくというか、まあ、自然に割れていくんですけども、建物も崩れていくし、お花も枯れていくし、人も老いていく。なんで壊れるっていうことによって、すごい儚さとか写真だけでは伝わらなかったものを絵の具の質感で表現ができるっていうのもあって、偶然見つけた表現が自らのアートの必然となる。誰の足跡もない道を歩き続ける岡田ゆり奈のこれからとは。本当に一回性と偶然性で本当に成り立ってるような作品で、割れていく具合もコントロールができないんですよね。本当にすごいリスクが高いんですけど、私がやっぱり見つけた技法っていうのもあります。すごい大切にしているものだし、今後もずっとできたらなとは思いますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。10月9日より仙台市ギャラリー8にて東北地方初のブレイク前夜展を開催。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。